反中論とは、アリストテレスの著作であり、オルガノンの中の一冊。カテゴリー論とも、文字通り、様々な概念、言葉の分類について述べられている。本書の題名は、以下のように、古代の注釈形によって様々な名で呼ばれてきた。十のカテゴリーといった古称が参見されるのは、第四章にて十の分類が挙げられていることにちなむ。十五の章からなり、それらは、 内容上の三つに分けることができる。このうち、ポストプレーディクアメンタと総称される三番目の十、小 -15 章は、アリストテレスの作でなく、後世の挿入ということが、定説となっている。第一章、第二章表現方法には、の二種類がある。概念のうち、あるものは、ある、期待についての述語になるが、いかなる、期待のうちにもない。 の術語となるが、どの、期待のうちにもないある、期待についての術語にはならないが、期待のうちにある。のうちにあるが、いかなる、期待の術語にもならない。例に、ある特定の白は、物体のうちにあるが、いかなる、期待の術語にもならないある、期待についての術語になるとともに、期待のうちにある。のうちにあり、文法的知識の術語となるある、期待についての術語にならず、 期待のうちにもない。第3章第4章単語表現が意味するものは、実体、量、質、関係、場所、時、体位、所持、能動、受動のいずれかである。第5章、実体について。第6章、量について。第7章、関係について。第8章、質について。第9章、能動、受動について。ありがとうございます。